東大寺の下の方に来ました。世界遺産、世界遺産なんですよ。いしょ、世界遺産古都奈良の文化財東大寺って書いてある、ね、世界遺産の東大寺です。奈良公園の、よいしょ、ちょっと下ったとこ、下ったとことは言わんのかな、まあ上がってきたとこ、うん、はい、アミンさん、跟坐来好不好？東大寺で世界遺産なんで、鹿もいる、鹿さんもいる、よし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 、掴んでいたんだ。すごい人です。今日はね、平日なんですが、まあ、夏休みもあってやっぱりお客さん多いですね。こんな、重要文化財千手観音が東大寺ミュージアムにあるらしいです。東大寺ミュージアム、東大寺ミュージアム、こっち鹿せんべい150円ですよって、フラッシュ付きカメラとかも売ってんだ。はい、こんな感じで東大寺の、大化なんて感じになる、大化源寺って書いてんだ、うん、はい、これが東大寺だと思うんですけど、いろんなね、国の人がいますね。せんべいはありませんよ。はい、すごい、なんかやっぱね、歴史がある建物なんで、よいしょ、よいしょ、よいしょ、あ、仁王像ですね。こっちの仁王像はちょっと今なんか修繕中ですか。こっちの仁王像、こっちは口を開けた方かな、はい、立派なね、尿道、ここにも鹿いますね、鹿だらけ、はい、って感じで一つ目の門をね、今くぐってます。向こうの尿道が今修繕中、ここの門ももうなんか白くなっててね、そろそろ修繕した方がいいんじゃないなって感じ。何年前のなんでしょうね。すごい古そうです。向こうが本殿かな。あ、ほんであれがミュージアムだ。こっちのね、左側の建物。よし。千手観音があるみたいです。はい。はい、ここがね、東大寺ミュージアムみたいです。中にはちょっと入らないかな。入ってもね、多分撮影できないんで。金賞会館、東じゃない、東大寺ミュージアムで、東大寺図書館があるらしい。と見ると、中にはその千手観音の像があったり、他になんか歴史的なものがあるんで、そしてここにね、手があるんですよ。すごいでかいの、ね、大仏様の右手だって、レプリカですけど、大仏様の右手の実物のレプリカ、中指の長さは、1.5 メートルだって、人の、まあ、1.5 メートル、この中指だけで 1.5 メートル、おー、でかいですね。触りたいけどね、ちょっとサクされてて
座れません。残念ですが。はい、こんな感じ。